が彼は俺の命を取らず、胸に仕えていたものさえ消し去ってくれた。その秘密が保たれ、ずっと偉人さんが成り立っているのは荒川のおかげだという気持ちだ。野暮な言い方すると物証だしね。そしてもし俺を生かしておいたことが見込み違いだと思うことがあれば、いつでもそいつを使って俺を好きにすればいい。その二つの気持ちがそれなんだよ。実は裏書きに一筆入れたな。え？恩義平行を忘れず、賞や罰を常に適切に与えられるという様子を例えた言葉だ。星野会長に、俺が背負っているものにふさわしいと思って書いたんだ。そう、タイトル熱っ。さすがにほとんど消えちまったようだな。今俺にわかるのはせいぜいここまでだが、ありがとうございます会長。いや十分すぎる。俺自身もおやっさんを信じなきゃいけねえって改めて思いました。よかった、一致の信じた人 が私も信じられる人で、はい、すっかり忘れてたわ、北京ダック。恩義平行を忘れずってこういうことだったんだ。熱すぎる。喧嘩の称賛ていうか、よかった、マジずっとこれで一致は胸を張って信じられるな。おやさん、大きく揺れる永田町。幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな民事党を打ち出していきたい。よく言うぜ、ブリーチジャパンが。そう考えております。政党になっちゃう。さらに東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、すごいな若。大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。荻窪さんかな、これは。ご容態いかがですか、元幹事長。大丈夫だろうな。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。いい。病院のルールを守れと。当たり前だ。あなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。想像通り肝が据わってていいな。お前にそれだけの器量があるのか。器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗って。よく言うぜ引き継ぎってね。都知事が幹事長を兼任するなど、あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが1年も経てばそれがこの国の日常となる。何やろうとしてるんだ。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青二歳が。かっこいい。青二歳ね。覚えていますか、10年前、私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。これ支援積もってるって。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言って、ね、荻窪さんの選挙区は神奈川2区でした。ネチネチしてる。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。仕返しの気持ちももちろんあるんだろうな。どんな気分ですか、現実を知らない子供たちに全てを持っていかれる。格好悪いぞそのマウントの取り方は。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですか。不法投棄。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。おじいちゃん。おっと、長話が過ぎましたか。ぜひ長生きしてくださいよ。私は心からそう思っているんですから。ナースコール、ナースコール。綺麗に再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので、
そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。ちょ、ナースコール押していけ。これ大丈夫なの？え、ナースコールだよね。ちょっと変わってなかったな、なんとなく。ってか、なんならあの頃よりもすれちゃってる。ここが春日君たちのアジト。お、長さん。ああ、遠慮することはねえ。そっか、くつろいでくれ。総帥やめるんだもんね。まあ、くつろげる感じでもないけど。ハロワ行く。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば。そんな狭くもないだろう。こいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。ちゃんと南波さんの許可をいただきましたよ。南波さんの許可なんだ。止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろ。コミジュルね、甘くなったね。コミジュルに微笑ましいわ。どうしてるの？現在監視システムの復旧に努めていますが、仲良し。完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半純義はともかく、家が焼けた半純義って単語なんか。今日までここに来てくることはねえだろう。あ、ジョーさん、そっか。俺がいつまでも経験飯店に住むわけにいかないでしょう。ホールディングスの部屋貸してやれ。だから俺も家なしに。嫌だこの人たち、このホームレスの人たち。だってそんな揃ってうちに来るか。濃すぎる。人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。いやでも情報か。うん。その後ブリーチジャパンの方は？コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町や日本中で株を上げたよ。あ、そうなんだ。ますます選挙に不利だな、うちら的には。テレビも新聞も報道も勝ち目ないだろうけど。警察さえ手出しできない不法選挙集団コミジュル、そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパン。いや、無鉄砲ってね。ずいぶん偏った言い方だな。これも操作されてるかもな。それだけじゃありませんよ。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で、え、代表の小笠原。いや、殺されてるな小笠原。小笠原が死んだ？喋りすぎたな。どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。いやそうよ。じゃあ、いや、あいつ近江連合に助け出されて、あの後だろ。逃げたはずよ。バカめ、戻ったのが間違いだったな。まさか。そのまさかでしょうね。うん。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男、始末しなきゃいけなかったわけでしょう。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば株も上がるしね。事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な。やられちゃったな。やっぱしっかり見とくべきだった。演出のおまけ付きってこと。今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか？無駄だな。警察はマブチの息がかかった連中だからだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。このままだとコミジルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなることは間違いありません、うん、そして我々に味方しかくまってくださっているあなた方も同様でしょう。もし皆さんに行く当てがあれば早々に相談された方がよろしいかと。いや、離れないよ。いや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。おやさんが何か行動を起こす時まで。そう遠くないうちにある博打を打ちます。うん。その時には一人でも多くの味方が必要。情けないがこの行動が鍵。一人でも多くの味方って。これ以上はまだ話せません。密乗っかるしかねえ。また連絡させてもらいます。そうですか。シンプルにみんなのこと放っておけないよ。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは？おやっさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つとはどういうこと？まあその話は長くなるから今度酒でも飲みながら。日本語のニュアンスでわかんないのかなみたいな言い方なの。ちょっと可愛くなかった。いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。おお、イソロって何？パーティーに、え、どうしよう、パーティー5人にしてくんないかな。マジか。お邪魔しやがる。浜子さん、これは一体。え、うちらの荷物出されてるか。いらねえもん捨てるって言っただろう。え、こいつら、私一人で出したんだけど、もう食っ
ったくたでね。ただの不用品か。残りはあんたたちに頼みたいってわけさ。あれ誰もいねえ。あの子たちは一人残らずやめたよ。店じまい。閉めるんだよこの店は。おお。異人町再生シェルター。しかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるし、ビザ取得のサポートもしてくれるんだよ。なんかただより高いって気がしちゃうけど。日本国籍のないあの子たちにはこれ以上ない計らいさ。おお。本当にブリーチジャパンがそんな施設を作ったのか。ちょっとうさんくさいよね。これからは同じような施設を全国に展開していくってよ。ここもブリーチジャパンが買い取ってシェルターに建て直すのさ。いやまあ、でもここがなくなったらハモコさんはどうするんだ。困るだろう。その辺もちゃんと考えてくれててね。私をシェルターの寮母にしてくれるんだ。ブリーチジャパンだと知らなかったらめちゃくちゃいい政策か。世話焼きの私にはもってこいの仕事だ。給料もいい。困るどころかありがたいね。ありがたいって。前はあんなにブリーチジャパンを嫌ってただろう、ね。以前は出てけ出てけって言うばかりのうるさい連中だと思ってたさ。やってること的には。でも今回、こうやって代替えの案をちゃんと出してくれたんだよ。なるほどね。なんだかんだ言いながらちゃんと考えてくれてたってことさ。怪獣されとる。話によるとシェルターは青木亮の発案らしいじゃないか。ますます怪しいよ。なかなか大した男だよ。私は見直した。これでグレーンゾーンの人たちも味方につけたってか。ねえ、そうだよね。選挙のための票集めじゃねえのか。ずっと気になるんだけど、私声でかくない。今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔するかもしんねえぞ。うん、そうだよ。政治家がよく使う手だって。あ、ちょっとにしてはちゃんとやりすぎという感もあるけど。大丈夫ですか。すいません。あの人はそんな薄情な男じゃないよ。じゃあお前たちにうちの子たちを救えたかい。何にもできやしないだろう。そうね、ちょっとアコギな手で居住権作ったくらいだな。忙しいところをわざわざ異人町まで足を運んでくれてんだよ。ここにいるのか。マジか。小笠原さんの葬式に参列するためだよ。小笠原さんや死んでたの。さんはそういやってあれだけど、何忙しくっても駆けつけてくれる情の熱い人なんだ。いやいやいや、それをお前らはつべこべ言うんじゃないよ。完全に若が異人町に来てる。青木さん側についちゃったの。挨拶に行くか。まあ、いろいろと聞くチャンスかもしれない。行くの。俺も堀之内との関係を知りてえしな。バカ、相手は時の人だぞ。やれるわよ。葬式ほど簡単に潜り込める場所ないんだから。でもさっちゃんと初めて会ったのに。なんで最後まで張り切ったんだよ。お葬式だったな。異人町で葬式といえば中央通りにある斎場よ。野々宮の時に行ったでしょ。いや、あの時の雰囲気ときたら。よし、早速行こうぜ。小笠原君。あ、いるじゃん。君と初めて出会った日のことを今でも昨日のように思い出します。期待しない方がいいかもな。俺たちは3列じゃない。何みなり、あなたたちもブリーチジャパンなの。あ、そうです、そうです。いや、違う。あ、違うのか。小笠原は知らねえ仲じゃねえんだよ。俺たちマスコミだって入れないんだ。おとなしくモニターで見るしかない。ここで本日の式場をここ異人町に設けたのは小笠原くんが最も力を入れていた町だからです。誰よりも君がこの町の再生を見たかったはずだ。だから自分は異人町の住人になると言った君の言葉に私は強く感動した。君が最も可愛がっていた後輩の久米君は久米君、君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた。久米君、君本当にすごいよ。君が命をかけた作った道を顔死んでないか。でも必死に歩こうとしている人間がいる。こんなに嬉しいことはないじゃないか。その背中を押してあげようと思う。ちょっと薄気味悪いシーンだね。次の選挙、私は久米君をこの選挙区で男にする。言ってた通りだね。首相のお部屋でブリッジジャパンの民事党幹事長としての決意ではない。祭り上げるみたいな。小笠原君、君の親友としての決意だ。天国で見守っていてください。役者だね。これモニター中継されてるんだもんね。これで本当に小笠原殺しを青木が指示していたとしたらとんだ名演技。いや、もうちょっと怖いくらいだよ。久米を立候補させる気だ。何考えてやがんだ。本当にな。おい、よりもよって久米くん押さないで。道を開けてください。もみくちゃになってるわ。はい、通せ通せください。青木都知事、
届くか。ダメだ、近づけねえ。投げるかなんか。先回りしよう。ねえ、前に週刊誌で読んだんだけど、マスコミに追われてる有名人って地下パーキングを使うんだって。へえ。追っ手を巻きやすいの。そうなんだ。よし、行ってみようぜ。うわー、地下パーキング着いた着いた。うわ、1,2,3 4人くらい楽勝だろ。お前らここで何してる。都知事のファンのものです。都知事と話がして。サインください。ダメだ、下がれ。握手だけでも。限界態勢、不審者だ。まあそうだろう。こちらへ。お前らマスコミじゃないだろう。ファンだ、ただの都知事のファンだよ。握手するだけだって。え、嘘。ダメだ。どうしても。ダメだ。ちょっとだけだから。あかんよ、だらあかんのや。青海連合、正体出し、表したで。あかんか。びっくりした。イッチ、オウミだな。今の気持ちよかったな。否定しねえのか。驚きだね。えらく昇進しはりましたな。わしらは警備会社の民間人。関西弁やからって全員がオウミ連合なわけないやろ。勝手に決めつけんなや。肩気じゃなすぎる。俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによ。お前はどう見たって。まあまあまあ。ここは一つ落ち着けよ。口喧嘩始まってしまった。なあお前ら、おとなしくそこをどけ。うん、強いよ、うちら。さもないと動くな。民間人に物騒なもん出すな。火借りてえだけなんだが。こっちも銃出すとかと思って構えちゃったってことね。あ嘘だよ、ど素人め。かっこよ、足立さん。舐めやがってクソが。こいつら血祭りや。隠す気ゼロでもう最高だね。SP たち、あ、一応 SP なんだ。個人的な SP だったらなんかごまかせなくもなさそう。無理か、まあいいか。横浜一の大企業の社長であるイッチのこと懐柔する必要あるよ、今や。うちらの影響力やばいと思うよ、本当に。サッちゃんじゃなくてサッさんと呼べ。本当だよな、サッさんと呼べみんな。え、降りたじゃん。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえ、お怪我はありませんか。しらばっくれる気か。私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで。わか、今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。キュン。お怪我がなくて本当に良かった。どういうつもりだ。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。キュンちゃうわ。ごめん、ちょっとデート誘われたかと思っちゃった。見てよイッチのこの複雑な顔をさ。こんなところで生まれたんだな、お前は。そうですね、ソープ。何この見つめ合い。お久しぶりです。わか、会いたかったんだろう、お礼に。ちょっとなんかお前の聞きたいことならわかってるさ。なんかちょっとギャルゲになっちゃうの。なんでどうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。うん、答えてくれるんですか。声優さんのせいか。ああ、病気はアメリカで治した。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために。あー、ちょっと辛いな。名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。実際すごいよ。ちょっと会っちゃうとやっぱ同情しちゃうよ。おめでとうございますの一言も言ってくれないのか。野々宮の仇だけども。素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか。どうしても必要なことでしたか。政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。小笠原を殺しましたよね。はあ、リスクマネージメントさ。リスクマネージメント、どういう意味ですか。だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。でもあなたの過去を唯一、奴は一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。事情知ってる人間じゃなかったか。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで
なんでそんなに簡単に殺せるんですか。あいつは本当に何も喋らなかったのか。どうだ。そりゃほら言ってますん。リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。うん、それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません、うん、あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。沢城の兄貴が必要だったから。荒川組を守る。何がおかしいんです。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え？そういえばお前と最後に会ったのもあの場だったな。覚えてるか、大晦日に行ったカムロ町のクラブ。いや人生で 1,2 番に若の彼女さんの並ぶくらい恥ずかしい体験だったんで覚えてます。あの夜は散々だったな。うん、若いつからそこに。やっぱちょっと顔色良くないなこの頃。あの若用足しは済んだのか。俺は帰るからそれで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。銀行の帯ついたまま沢城の兄貴に出してぶん殴られたやつな。この後危ないよ。おい起きろや。ドル、こんなところで寝てんじゃねえよ。え、これが鈴森。酔っ払いが。もしかして。なんだてめえ。ここはうちの組の、じゃ、榊組の。社会のゴミが。なんだとてめえ。嫌な予感しかしねえ。バカ。わざわんじゃねえ。ちょっと、その人体悪いんです。いい度胸してんじゃねえ。カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出していきなりじゃねえよ。モデルガンだと思ってる。その人、どこで買ったんだ。本物なら撃ってみろよ。ああ、覚悟決まってたばっかりに。ほら、どうした。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。いやでもこ、二度とでけえ面すんだ。即撃ってないんだよな、若も。半端もんのくそ。苛立ち的にはマックスのはずなのに。てめえ、いい加減に。時に境界を越えちまってたのか。じゃ道理で沢城のさ兄貴全然感謝してないと思ったわ。一致に新年早々こんな電話を受ける沢城の兄貴もちょっとかわいかしらか。その男は鈴森。俺は若の代わりにちょっとお茶飲む。出頭したってことですか。そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前を女将に売った。そうか、親父の動揺っぷりも、もうそれなら納得いくわね。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう、うん、だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼んだ。いや、それでも一致は言ったと思うけど。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。親父さんも動揺していたんだろう。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか。そう、結果は一緒だったと思うよ。絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。ここだよ、ここが気になるよ。勤めを終えて出てきたお前をバーンだろ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。星野のおじいちゃんの話聞いた後だからね。まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。間抜け面、怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。
嬉しいぜ。こっちもその毒舌懐かしいっすよ。そいつは光栄です。若だな。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんですけどね。あ、確かに本当に一人っぽいよな。殺されると思ったどんでんこいし。お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。その代わり条件がある。無事帰れるかな。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな。え、もう運命を。じゃあ条件を出させてもらいます。変えられたくないって感じなのかな。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっす。マジで違いますよ。民事党内でも同じ見解だ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。そうですか、若だったらなんで。俺の価値を知らしめさせるためさ。このような若者でも議員にできる力があるってこと。想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたら、その時民事党の奴らはどう思う。彼についていけばってやつね。青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解する。いや、うまいね。この頭脳を他に活かせば。青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知る。荻窪さんが退いた今なら特にね。若の引き立て役ってわけです。次の頼り先を探してる頃だろうか。選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生集偉人部かっこよ。そのゲームの一部に過ぎないってことですか。あのシェルターか。あれはなかなか役に立つ優れものさ。浜子さんは喜んでたけど。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。え、更生させるのが目的なんじゃないの。捕まえる。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんなん詐欺だ。それじゃ彼女たちを騙したのか。犯罪者を一掃して偉人町を再生するシェルター。名前に偽りはない。国に帰っちゃったとは分かりようがないしな。ちゃんと帰れたかなんて。じゃあ若は俺の条件を飲めないですね。飲めないね。若か。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが今夜は交渉ではない。え、あれさっきも言ったろ。お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。いやでもさ、良き中堅だったイッチのことを即座にぶち殺せないくらいには情がなかったか。あれ、お久しぶりです。沢城のどういうことですか。若は一人で来るって聞いてました。お迎えですか。カホゴスね。若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。マジか。若ちょっと多すぎやしませんか。買ってくれてるのかな、それだけ。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。なんじゃおい、そうだかい。いやマジ、やっぱ持つべきもんは仲間だよな。なんでここに。一応知らなかったよね。どけどけ。パワータイプすぎる。定年前なんだぞ、足立さんは。いや、熱みんな。ほら見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。ごめん。すごすぎる。もうみんなメインヒロインに見えるわ、3人とも。やっぱ初期面だよ。中の連中、ナイアゴロを取りこぼしたよ。まあ、ボテボテはそういうこともまれにある。わしら控えの出番や。とこ見せて沢城の頭にアピールすんで。スタメン入り目指してるやつらか。突っ切れ。突き切れるかな。ダメか。あ、なるほどね、わかったわ。二次校監督だった私が野球のイロハ教えてやるよ。お前ボールこうやってホームラン。オッケーオッケーオッケー、削れてるね。急所蹴りも覚えたんですよ。威力小なんだけど急所蹴り。やったんじゃない。いいね。痛え。ごめんごめん。
悪かった悪かった。いいじゃない。さすがに危なげないね。いいですね。料理人やるすか。そろそろ武器がね、あんましいいのがなさそうでね。ちょっとせっかくだしマフィアのままやってたんですが、次くらい転職してもらってもいいかもな。あ、やばい、しまった。テンション上がりますね。それはおかしいでしょ。ずいぶん大げさなんじゃないですか、頭。うん、まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だ。うわー、そうだよね。念には念を入れたまでだ。どんだけごっついやつかと思ったけど、悪そう。案外普通でんな。誰だあんた。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっちゅうのはどうでしょう。うわー、ちょっと、何持ってるその手。生きてられへんでしょ。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。あ、ちょっとオウミの人選どうかしてるってマジで。これ仲間内も扱うの大変だろって。あいつの首箱詰めして明日の朝には届けます。やだ。頭は帰るんですか。いや、やりにくいんだよお前多分。きっと気づけ。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。そうですよ。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさん、おやっさん、うるせえな。その言い草には昔から虫ずが走ってたんだ。どっちだろうな。まあまあ、言わせたってやりましょう。さっさとやれ。荒川のおやっさんがやたら可愛がるのがやっぱ気に入ってなかったんだ。解体ショーの始まり始まり。じゃマジで相手するの嫌なんだけど、素直にちょっと異常な人じゃないですか。MP 回復してもらうか、マドンナに。炊き出して。ふい。決めた。え、4様いる。いや、人違いです。イ・リュージョンです。目つき鋭すぎる。いきます。そんなキャラじゃなかっただろう。あ、大根食べたいな、美味しそう。揺れてるけど地面。美味しそう。いいね。豚汁だったっけかな確か。助かる。 MP 回復いいね。出た出た。こっからが本丸だな。せーて。あ、しまった。まあいい。いや、さっちゃん強くないか。マスタードソーダってそんなにあげたっけ。強すぎるかも、さっさん。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。うん、どうしちゃおっかな。頭も驚くだろう。箱の中におめえの首を見たらな。後ずさり方よ。情けなすぎる声が。あー、耳が気絶した。めっちゃ気持ち悪いやつだったわね。その通り。大海にはこんなのが。ワンサがいんのか。ちょっと人選どうかと思うよな。日本一の極道組織だ。これよりもヤバいやつらだってゴロゴロいんだろ。勘弁してよ。ねえ、こういう性格の人は勘弁してほしい。あ、浜子さん、どうしたんだよ。シェルターの話。今シェルター行ってきたんだよ。うん、あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。はいはいはい、はい、そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。もう送還されちゃった後か。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け浜子さん。落ち着いて一緒に探してくれよ一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだ。遅かったか。でも動き早すぎたな。そんな、あの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから異人町に身を寄せていたんじゃないか。私はね、私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。いや、無理よ。浜子さんは、ただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ。自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。でも浜子さんすら
信じさせちゃうくらいの。ごめんよ。畜生。うまいやり方だったってことだな。浜子さん、ひとまず休ませたわ。かわいそうだ。どんどん偉人帳がぶっ壊れていくな。半純喜が言ってたの覚えてるか。俺たちも行く当てがあるなら出て行った方がいいって。そんなようなことを言ってたもんね。本当に考える時かもしれねえぞ。いや、今は離れらんないよ。うちら何ができるんだ。テンション上がりますねってクソ野郎すぎる。もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか、うん、いや、すぐには思い浮かばないけどよ。そうだね。足立さんは今更行く当てって言われてもな。とてもじゃないけど、妹とお父さんを置いて出ていけないわ。そうだよね。じゃあ決まりじゃねえか。みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか。そんなもん必要ねえ。昔本当にかっこいい男だよ。荒川のおやつに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。喧嘩の賞賛っていう心配だよね。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に大見れんの。ちょっと強そうすぎるか。この表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩か。そう思うと若はマジですごいな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え。相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。おお。そうだった。もちろん分かってるって。で実際警視庁もなんとかしなきゃいけないだろうしな。我々堀の内。たく。あ、聞き忘れたな若に。入れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん。そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー。サッちゃん、いや、いい。俺らと一緒に。はいはい。もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ。いいな仲間って。お前は弟さんの無事が確保されたことだし。いや、なおさらコミジルのこと放っておけないよね。俺がそんなに薄情に見えるか。うん。こうなら地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。たくましい。決まりだな。今に見最高に面白い聞き逃せないスピーチになるだろうな。そんなスピーチ。いやー、いいショータイトルだった。基本やっぱ五徳セブンってはぐれ者たちが主役の物語なんだね。めちゃくちゃ熱いわ。それぞれみんな事情は違うけどさ。極道の主演、あ、料理してる。転職させなきゃ。ご機嫌だ。かわいい。